はい、どうもラスです。今回ですね、この商品をついに買って、しまいました。じゃん、iPad Air を買っちゃいました。ちょっとね、これ本当に前から欲しくてですね、iPad の、ま、新型がね、これ10月ぐらいですかね。発表されて新型の iPad Air で、 iPad Air は今まで持ったことがなくてですね、 iPad mini の第4世代はですね、ずっと使ってて、まあ漫画とか読むのに使ってたんですけど、まあ今回ね、 iPad Air ちょっとパソコン、どちらかというとね、なんかもうパソコンぐらいのなんか作業、本当にやらそうと思ったらできるぐらいの、まあ性能があるみたいなんですね、この iPad Air。で、僕は動画編集とか、まあ、インターネットだとか、あと、Netflix で動画見たり、Amazon Kindle で、漫画を見たりとかですね。まあ、そういったものに、使えるかなと思ってですね、この iPad Air を、まあ、買っちゃいました。で、あと、Apple Pencil もですね、ちょっと、何かメモとか、まあ、そういったアイデアと作るのに、まあ、こういう Apple Pencil っていうのも一回、使ってみたかったので、今回ですね、この Apple Pencil を、買ってみました。で、あとですね、この Mimaso っていうところの、これは iPad の、ケースですね、っていうのを、買ったのでですね、早速これ開封して iPad につけてみたいなと思ってます。で、あとは、同じく Mimaso ってところから買った、これも保護フィルムですね。なのでガラスフィルムっていうのを買ったんですけど、まあ、これもね最初の、iPad とか買った時のまあ儀式用じゃないですけどね、一応まあ落としたらあれなんで、ちょっとそういうのを防ぐためにちょっと保護フィルムも一緒に買ったので、早速ね開けて、まあこの保護フィルムと、ケースつけてみたいなと思います。ということで早速開封していこうかなと思います。じゃじゃん。お、これはどんな感じになってんだろう。これはこれを上げてこうか。あ、なるほど。あ、もうこれは iPad なのかな。そうですね、これが、お、めちゃくちゃ薄いですね。はい、出てきましたね。めちゃくちゃおしゃれです。おしゃれさが、あ、やばいですね。まあこんな感じで、これが iPad Air ですね。はい、これ一応なんていうかな、これグレーの色を選びました。で、特になんか名前とかね入れてくれるみたいなんですけど、特にそういうのはせずに、普通のね、iPad を買ってます。で、ですね、一応この USB の口はもともとなんか前の世代だとライトニングのケーブルだったんですけど、新しいやつはこのタイプ C のケーブルになってるので、まあ、自分はAndroid の、スマホ使ってるんで、まあ、タイプ C で、ね、統一できるんで、まあ、これね、合わせといてよかったかなと思ってます。あとは、こっちは多分音量ボタンですかね。で、ここがなんかどうも Apple Pencil を、パチッとできるマグネットがついてて、ここからなんかApple Pencil の充電が、できるみたいですね。で、上側は、これなんだろう、これは電源ボタンですかね。じゃあね、これにちょっと保護フィルムを早速貼っていきたいと思います。保護フィルムのパッケージの中身はこんな感じで、まあこれがあれですね、ホコリを拭き取るやつと、でダストアブソーバーなんで、これがあれかな、ホコリを吸着するやつかな。でこれが空気抜きで、これがあれですね、これでまず湿らして、でこれで乾かす用のやつかな。で、まあ、取扱説明書とかありますね。で、なんかどうもですね、Mimaso さんのやつは、これ、多分 iPad の外側に、縁に、こう、ガッと、やって、で、これは保護フィルム本体なんですけど、まあ、多分これをね、なんかやればうまく、こんな感じでやるのかな。
イメージがよくわからないな。ガイド枠、あ、そうか、こうやって貼れば綺麗にいけると、そういう感じか。これを使って拭いていこうかなと。はい、拭いてます。シャー。結構濃い。あるわ。この作品としますね。あ、このまま流せた方がいいな。どうしよう、ちょっとやりづらい。お、なんか iPad が起動しだしたぞ。あ、なんかちょっとずれてない？ずれてない？大丈夫かな？あ、ちょっとなんかずれてるな。はい、保護フィルム、悪戦苦闘しながらやっとね、貼れました。このガイド枠に沿ってね、こうやってみたんですけど、実はね、ちょっとずれちゃってるのが分かって、なんかね、このガイド枠通りにやっても若干ね、ちょっとずれてしまうことが判明して、急遽ね、ちょっとこれ、保護フィルム一回剥がして、まあ、位置をね、ちょっとまた、もう最終的に手で調整しながら、貼り直ししました。ちょっとね、結構大変でもう30分くらいなんかやったかな。まあでも、それなりに綺麗に、貼れましたんで、まずはもうこれでいいかなと。こいつを覆うケースをちょっと開封してつけてみたいかなと思います。はい、一応こういうなんかクリアーケースでいいんですかね。この背面は、iPad の、背面がね、なんか一応見えるようにこのクリアなケースになってて、で、こっちがあれかな、その立てかける用の感じかな。どういう感じに使うんだろう。まあちょっとつけてみたいと思います。これ、どういう感じなのかな？こう？こうして、ああ、入った。入りましたね。これでいいのかな？これで一応もう完成。で、まあ背面はこんな感じで、一応クリアで、このアップルのね、このマークが見えるようになってて、若干ね、ちょっとおしゃれ感が出てるかなと。で、カメラとかはここ保護されてて、あ、結構いいですね。薄いので、こんな感じで、だいぶね、薄いですね。で、ここはアップルペンシルとかは、マグネットでパチッとつけれるみたいで、ここも大丈夫っぽいですね。で、電源とかも、ここはちゃんと押せるようになってるみたいです。あ、これいいですね。思ったよりなんかちょっと、なんかチープな感じじゃなかったですね。ん？どう立てるんだ、これ。こうかな。なんか、あれですね。え、こんな感じでいいのかな？すごい不安定ですけど、まぁ、ちょっとね、もしかしたら、これは使いにくいかな。え、どう？こうか。あ、こうですね。ここを三角にして、こんな感じで、こうして、で、この子を三角に折って、こうすれば、横に立てれるんで、まぁ、これでね、こんな感じで、使えるのかなという感じですね。こうやっとけばですね、まあテレビじゃなくて、ネットフリックスとか、まあ YouTube 動画とか見るときはこういう風にして立てかけて見るっていうような使い方が、できるのかなと。で、終わったら、こうですかね。こうして、あとは、まあパチンとやって、まあカバンとかにしまえるのかなと。まあ、大きさ的にはそうですね、結構 A4 ノートぐらいの大きさがあるかなって感じですね。結構大きいですね。iPad mini はもう一回り小さいんですけど、これね、結構ちょっと片手で持ってると重いかなという感じはします。ただ、このケース自体の重量はそんなにないはずなんで、まあ、そんなにね、これつけたとしてもそんなに重くはなっていないかなと。落とした時とかに、破損するのはね、ちょっとこう悲しい結末なんで、まあね、一応僕は保護フィルム、一応ね、今回買っておきました。で、あとはですね、この Apple Pencil ですかね。一応これも Apple Pencil の第2世代が、この iPad Air の第4世代対応しているので、今回ね、本当に初めて Apple Pencil 使うんですけどね、これですね。こんな感じで、本当に、なんて言うんでしょう。ペンですね。あ、でもちょっとね、なんか持った感じ、太い、ちょっと鉛筆みたいな感じがするかな。
確かにちょっと大きいかな。少し試してみたいかなと思います。どんな感じでペン書けるのか。実際に電源入れて確認してみましょうか。iPad のアクティベート中かなんかですね。Siri ね。まあ、続ける。iPad に向かって、Hey Siri と言ってください。Hey Siri。Hey Siri、メッセージを送ってください。Hey Siri、メッセージ送って。Hey Siri、今日のメッセージは、Hey Siri、今日の時は。Hey Siri、タイムをサンプルセット、送ってください。最後に、Hey Siri、音楽をかけて、送ってください。Hey Siri、音楽をかけて。Hey Siri の準備ができました。Hey Siri の準備ができました。マジか。ありがとう。あ、やっと iPad 来ました。あ、来ましたね、これ。やっと iPad が来ました。これね、もう夜中の1時28分です。もう徹夜でワクワクしてね、iPad の設定をしちゃいました。これ上にスワイプしたらいけるみたいですね。あれ？タッチ ID でいけるのかな？ちょっとやってみましょうか。はい。あ、いけた。はい。一応、いけたのかな？これで。くっつけたら、ペアリングするのかな？ほんと？あ、いけた。お、なんか、お、これでいいのか。すげえ。マジで。あ、もうようこそ Apple Pencil になりましたね。Apple Pencil 使えば日常よく使うアップで、注釈、描画、マークアップ、編集などができるようになり、全く新しい iPadOS を体験することができます。はい、続ける。スクリブルを試す。え？スクリブルって何？あい、これか。もう使えるのかな、これ。お、すげえ。え、マジ？これ。え、すごい。え。すごい。これは本当にすごいな。え、こんなに綺麗に描けるの？ダブルタップ。え？これをやると？なるほど。すごい。これで、ここダブルタップすると、モードが切り替わって、すごい。マジか。こんなにすごいんだ、Apple Pencil って。知らなかった。しかも、こう、筆圧とかもうまくやってくれるのかな、これ。ガラスフィルムしてるけど、全然綺麗に描けますね、これ。これはちょっと感動ですね。すごい。へぇー、こんな繊細な作業ができるんですね。一回ちょっと Apple Pencil でどんな感じで描けるのか。こんな感じですね。どうですかね。すごいね、もう本当に。紙に書くような感じで、シャーッとね、書けますね。本当に。これはすごいですね。直感的に本当にね、書ける感じで、紙に書いてるのと本当に変わらないぐらいの、なんていうんですかね、書き心地っていうんですかね。いや、本当にこれすごいですね。もう、ちょっとこう、メモ用紙に使ったり、なんかこう、まあ、動画のアイデア出したりするのに、まあ、ちょっとね、こういうのを使ってメモでね、書いてみようかなと思ってたんですけど、思ったより、いろいろできそうかなと思うので、すごい、これからね、楽しみです。iPad ちょっとこう、パソコン持ってて、まあ、サブでね、こういうパソコンのサブとして iPad を使うの、なんかいいかなと思ったんで、今回ね、買ってみました。はい、ってな感じですね。今回の、iPad ね、紹介動画いかがだったでしょうか。まあ、パソコン関係のね、動画とかも上げていこうと思うんですけど、今回ね、ちょっとこういうパソコン関係の機器じゃないですけど、iPad ね、ちょっと買って皆さんに紹介してみたかったので、動画でね、シェアしてみました。またね、この iPad 関係、iPad とパソコンを比較した動画とかもね、作れたら作っていきたいと思ってますので、よかったらですね、コメント欄でいろいろ意見いただけると嬉しいです。ってことでですね、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。ちょっとね、もう夜中なんで、そろそろね、寝ようかなと思います。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。